母さん、僕の声は届いていますか？母さんに伝えたいんだ。僕が過ごしたこれまでの日々を。子供の頃、僕はバスケが大好きだったよね。応援してくれる母さんの笑顔を見るのが何より嬉しかったんだ。あいつらずりよ、ファールばっか。でもズルして勝ってもお母さん全然嬉しくないな。負けても陽一たちの方がフェアプレーでずっといい試合してたよ。すっごいかっこよかった。本当に？うん。悪いやつに立ち向かっていくヒーローみたいで素敵だったな。あ、犬。何？照れてんの？え？素直じゃないな。帰ったら夢。そんな母さんが亡くなったのは僕が10歳の時だったね。それからはあの仕事人間だった父さんが必死になって母さんの代わりを務めてくれたんだ。でも父さんにはバスケよりも勉強を優先してほしい、そんな思いがあったと思う。全国大会の常連、憧れの白水高校への進学が決まった時も反対こそしなかったけど喜んではくれなかった。期待してるぞ。はい。僕は父さんに認められたくて、これまで以上にバスケにのめり込んでいった。本庄徹、1年生でレギュラーにも抜擢され、僕のバスケ人生は順調に思えた。でも2年の春、おい、何やってんだよ。中学からの親友がいじめられているところを見てしまったんだ。僕はそれを見過ごすことができなかった。君っすか、嫌がってんだろ。こんなことやめろよ。大丈夫か。おい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 、滑っちゃったよ。その日からターゲットは僕になった。はい、こっち、コーナー。はい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 、ナイスパス。必死に耐えた。でも頼りにしてるぞ、岡田。はい。12番、本庄徹。はい。君塚、すごいね。バコレ、キノコかよ。君ちゃん取れてる？はい、取れてます。君ちゃん取れてんのかな？はい、いい感じです。すごくない？心が折れた瞬間だった。おい、よし、できたぞ、弁当。どうした？バスケが僕の全てだったはずなのに、どんどんバスケが嫌いになっていった。もう誰も信じることができなかった。頼れるのは父さんしかいなかった。校長先生、今回の暴行事件に関わった生徒たちと直接話をさせてもらえませんか？暴行事件って、それは大げさです。何が大げさなんですか？あなた方がそういう認識だから学校からいじめや暴行がなくならないんじゃないですか？岩田先生はこれまで何度もチームを優勝に導いてきた素晴らしい。そのことは関係ありませんよね。何もないんなら彼らと話をさせてください。それとも何かまずいことでもあるんですか？
お父様、息子さんの言ってることを鵜呑みにしてるということはないですか？何をおっしゃってるんですか？我が校が県内でどのような位置にあるかご存知ですよね。他の生徒たちの対面もございますし、この問題については我々が責任を持って事実関係を調査いたします。それでよろしいですよね？バスケをやめて勉強を頑張れば父さんは安心する。これは僕だけでなく父さんにとっても悪いことではない。僕はそう自分に言い聞かせた。父さん、うん、学校辞めてもいいかな？ああ、転校するか。ごめんなさい。謝るのはお前じゃないだろう。もう部活はやらない。勉強頑張る。よし。そして僕は地元で T 校と呼ばれている只野高校に転入する。今日からこのクラスに新しい仲間が加わります。じゃあ簡単に自己紹介しようか。はい、家庭の事情で転入することになりました田所陽一です。よろしくお願いします。拍手。困ったことがあったら何でも相談して。バカにしてんだろ。はい先生、俺の悩み聞いてもらってもいいですか？うん、お前には聞いてない、座れ。いやでも深刻なんですよ。座れ。じゃあ席あっちね。あ、はい、うん、教科によって進んでるところは周りのやつがノート見せてやってくれ。はい、はい、じゃあ授業を始めます。教科書54ページ。ねえ、部活はもう決めた？いや。背高いよね。バスケやらない？俺たちバスケ部なんだけどさ、今部員足りなくて絶賛募集中なんだよね。部活はやるつもりなくて。もったいないよ、絶対やった方がいいよ。ねえ、うん、ねえ、え、おう、君に合ってると思うよ。あとほら、バスケ部ってモテるし。な、まあ、そうだね。うん、ごめん、バスケ興味ないんだ。マジか。どうした？あ、いや別に。この頃の T 校バスケ部のレベルは白水とは比べ物にならないお粗末なものだった。一年よく来たる。お前にハンドリングの極意を教えよう。いいんですか？あのカイリー・アービングっていうハンドリングのすごい名手がいるんだけど、まあそれは知ってるよね。いや、よく知らないです。これだから。まあいいや、ちょっと今やってみるから、このボール取ってみて。取れないと思うけど。はい、いくよ。え、あれおかしいな。まあ大体ニュアンスは分かったかな。あー、仕上がってんな。見てこれ、見て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 、ほら借り刺されちゃったんだけどさ、ところどころ。バスケ部着てるくない、これ。バスケ部ちょっと練習の邪魔しないでください。練習中ですけど、真面目に練習した方がいいんじゃないですか？
さすが次期キャプテン。ゴール短距離のタイムかるぞ。あすぐ行くわ。すいません行きます。しゅつくごめん行くわ。おいお前陸上とバスケどっち大事なんだよ。すまん。もっとちゃんと引き止めなよ。なんか陸上の大会あるんだって。みんなやる気ないな。大丈夫これから俺が絶対強いチームするから。本当？マジで頑張るよ。はい、はい、そうだよね。もっとさ頑張ってさアピールした方がいいかもな。何のことだよ。何のことってお前なあ。ひろか、洗濯するぞ、うん、汚れもんないか。うん、ないよ。うん、あ、父さん。うん、ちょっとさ、これ何。ああ、それはなチーズを足して父さん風にアレンジしてみたんだ。うまいぞ。わかった、試してみるね。うん、おで、新しい学校はどうだ。うん、友達もできたし、いい感じ。うん、なんか部活はやらないのか。部活はやらないって言ったじゃん。ああ、そうだったな。でも毎日暇だろ。塾でも行くわ。いいよ。英会話なんかどうだ、これから役に立つぞ。うん、考えとく。白水のバスケ部だった田所陽一くんがうちに転校してきたんです。新聞載ってんじゃん。何すごいな。え、白水って言ったら名門ですよ。先生、去年のウィンターカップでいいとこ行ったよな。ああ、だよな、すいません。何カップ、ね、ウィンターカップ。ウィンターカップ、バスケの甲子園って何回も行ってるじゃないですか。 あいつじゃん。え、この子がうちに入ってくれんの。わかんないですけど、いいよね。どうかな。え、俺は正直今のメンバーで強くなることに意味があると思ってるから、バスケのエリート入れてまで試合に勝ちたいとは思わないけどな。そうかな。大丈夫っす、俺がみんなをまとめるんで。うん、そうか。よし、練習しよう。練習ね、このメンバーで練習しよう。I stopped to take pictures. 私はその映画を見たことを決して忘れません。 I will never forget seeing that movie. どうぞ。 I will never forget seeing. What's up, man? Are you here for English class? Hi, so this. I'm Morgan Jason. I work here. Morgan? Yes. What's your name? Yoichi des. Tadokoro Yoichi. Here, man. Let's shoot.
Wow. You got game, man. I could have tell you were into basketball right when I saw your face. Yeah, man. Let's play 101. Oh! Whoa! Play defense. Hey.久しぶりにボールに触れた。でももう二度とあんな嫌な思いはしたくない。だから部活はやらないって決めたから。なんで白水で何かあった？ごめん。あ、ねえ、今日放課後時間ある？体育館で3年生の引退試合があるんだ。面白い試合になるから見に来てよ。見るだけならいいでしょ。誘ってくれないの？俺たちだけで勝てるって言ってんじゃん。それにあいつやる気なさそうだし。シュートしたの。白、レイ。ありがとうございました。やっぱりダメでしたね。まさか。しゃあない、しゃあない。やれるだけのことやりましたから。すみませんでした。いや、楽しかった。いや楽しかったっす。ああ、みんなありがとう。ありがとうございます。楽しいわけないじゃん。楽しいわけないじゃん、負けてんだから。ひろこ、どうした？ひろこっていうか、なんで悔しくないの？え、悔しいって、だって俺らいつもこんなじゃし。なんで負けてそんなにヘラヘラしてられんの？信じらんない。勝つって約束したよね。ごめん。陽一くんが入ってくれたら勝てるチームになったかもしれないじゃん。なんで一緒に誘ってくれなかったの？遊びでやるなら私はやめる。私は、みんならしくていい試合だと思いました。何はともあれ3年生は今日までお疲れ様でした。お疲れ様。ありがとうございました。どうしてまたここに来たのだろう。バスケを避けていたはずなのに。What's your position? ポジション？ないです。もうやってないんで。Really? Why are you alone? Listen, there must be a team that needs you. え？ Yeah. Don't waste your gifts. No matter how talented you are.
You can never play the game alone. だからこの後ちょっといいか。俺と 3on3 で賭けしようぜ。もし俺が勝ったら、お前はバスケ部に入る。ごめん。入んなくてもいいよ。え？あ、いや。お前が勝ったら、もう俺たちはこれ以上誘ったりしない。好きにしろよ。バスケ嫌いなの？お前の実力見してみろ。までにどちらかが15点以上取ったら試合終了。分かった。スリーにスリーだっけ。負ける気しねえけど。俺だって負ける気はしねえから。あ、俺のチーム負けた方がいいだっけ。当たり前だろ、間違っても勝つんじゃねえぞ。分かった。はい、バスケは好き？
ねえ、うん、好き、好きだよ。分かった。なんて呼べばいい？あ、じゃあ、トールで。俺はゾノ。トールとゾノ。分かった。今彼が部に入るかどうか賭けしてるんです。で誰？ってさ、こんなに面白いんだよ。ありがとう、ヨイチ。すげえ楽しかった。よかった。うん、で、結局ヨイチくんどうなるの？田所、やっぱうまいな。いや、そっちも。俺たちの負けだから、あとは好きにしろよ。入りたいな、バスケ部。え？ん？マジで？あれ、勝ったから俺の好きにしていいんだよね。うん、だったらバスケ部入りたい。マジか、おい！おい！本当ですか？おい！なんで？ねえ、嘘じゃないよね。今本当に入りたいって言ったよね。うん。おい！お前なんで？母さん、やっぱりバスケは楽しいよ。こいつらは白水の奴らとは違う。そう思えたんだ。そんなに食うの久しぶりだな。うん、今日テストがあってさ、なんか腹減っちゃって。うん、頭使うと糖分が欲しくなるからな。そうだね。ごちそうさまでした。お、お茶入れるわ。僕は
父さんに嘘をついた。部活はやらないと約束したのに、またバスケを始めたなんて、とても言えなかったんだ。川崎雄太はみんなからガリって呼ばれてる。バスケオタクで知識はあるけど、実践の方はね。え、なんでガリなの？ひょろっとしてて家が寿司屋だから。ゾノは？巻園浩二はモテたくてバスケ始めたけど、上達しないから結局モテてない。バスケはモテるって言ってたもんね。で、1年生もいたよね。コロね、根頃治。初心者だけど一生懸命だし、いい子だよ。あ、トールは足が速いなって思った。川久保トールは陸上部と兼任なんだけど、今はそっちが忙しくて出たり見てなかったり。でもやっぱり俊介が一番上手いね。うん、だからうちのキャプテン。武器はスリーポイントシュート。よくわかった、ありがとう。ってことは全員で陽一くんが入ってくれてやっと6人。しかもあいつら練習嫌いだからがっかりしないでね。ヒロコに頼まれて、僕のそれまでの経験を生かした練習メニューを作ると、みんな見違えるように熱心になっていった。ちょっとこれ出ない、ちょっとこれ出ない、ヒロコ、これ見てくれ。このスリーポイント入ったらさ、俺と付き合って。え？僕の直感はその通りになっていく。全然変えていくのもありだから。待ってー。ちょっとちょっと。おお。何の話してたの？バスケ部変わったよね。なんか前とみんなの意識が全然違うし、活気がある。陽一くんのおかげだね。いや、そんなことないよ。なんで急にやる気になったんだよ。あ、いや、それは。ああ、英語を習いに教会に通ってるんだけど、そこにモーガンさんっていうバスケの上手い外国人がいてさ。モーガンさん？うん、その人に言われたんだ。どんなにセンスがあってもバスケは一人じゃできないって。確かにな。私もそこ陽一くんと一緒に英語習いに行こうかな。なんでだよ。モーガンさんにお礼も言いたいし、だって陽一くんがまたバスケ始めるきっかけになったんだよ。いや待て待て、俺のプレーが陽一に火をつけたんだろ。わかった、もうこの際ワンオンワンで決着つけようぜ。いいよそんなの。じゃあ俊介を応援してあげないとね。マジ？だって普通にやったらボロ負けでしょ。いやいや、マジ実力変わんねえから。そうかな。そうだよ。ごめん。俺さ、今日夕飯の準備があるから買い物行くわ。おう、またね。またな。陽一くん、またね。また明日。
ただいま。おう、なんか洗濯物あるか。あ、ないよ。あ、新入部員。うん、6人だと選手交代のバリエーションも少ないし、やっぱプレーの幅も広がらないし、トールだって陸上部と掛け持ちでしょ。まあ、でもこの時期だぜ、今から入るやついる？結構厳しくない？まあたくさんは来ないかもしれないけど、やってみようよ、俺新監督結構頑張ったぜ。ガタいいやつとかさ、なんか暇そうにしてるやつとか。おい、まあな、ただでさえ陽一が入ってアピールのハードル上がってんのに、これ以上ライバルが増えてもねえ。うるせえ。どうした？あ、いや別に。ねえ、1年生はどう？誰かいないかな。ああ、そういえば1年にさ、すげえでかいやついるよね。はい、はい、いやでもほら柔道部なんだよ。でももうすごいでかい。なんか最近やめたみたいですよ。マジで？いいじゃん、行ってみよう。斉藤くんお願いします。はい、おい、どこ？うお、あいつです。やっぱでけえ。あ、ほら行こう。こんにちは。斉藤健太くんだよね。俺らバスケ部の新入部員募集してんだけどさ、一緒にやんない？その素敵な体格バスケに生かしてみない？やったことなくても大丈夫だよ、僕も初心者だから。すんません。え、殴られるかと思った。ねえ君、お寿司は好きかい？え、いや、バスケ部に入ってたらさ、こいつん家で毎日寿司食べ放題なんだけど、どうかな？おい、でもいつ俺が寿司…ごめん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 、寿司だよ、寿司だよ、俺もない。でかっ。すっごいね。いいね。コロナおかげだね。いや、僕は別に。なケンタ、試しに投げてみろよ。おい、びっくりした。びっくりした。すいません、言い忘れてたんですけど、その柔道部を辞めた理由が極度のビビリで、自分に向かってくるものが怖いっていうね。は？すいません、マジか。あの僕いて、いいんですかね。もちろんだよ、一緒に楽しもうね。はい。でけえ。大将、縁側。はい。あ、縁側ちょっといらっしゃってるんですよね。まだシャリ残ってんだ。はい、つないでから。おい、おお、止めた。おいよ、何の？おお、おお、今の見たらすごくない？はい、うまいっす。ねえ、バスケが、寿司が、あ、どっちも、はい。寿司の方が見て、だからこれ、ほら、はい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 、これ引き抜かれたんだよ、これ。はい、はい、どうぞ。寿司飲み物じゃねえから。落ち着いてください。ダメだ、店潰れる。みんなちょっといい？重大発表があります。重大発表、何ですか？まあ、めでたくこうして部員も増えたことだし、私も顧問らしいことをしようかなと思って。
これでもずっと責任感じてたの？ルールわかんないしさ全然勝てないしさそいつはすいませんね、はい、なので君たちのために目標を考えました。目標？何？何どういうこと？みんな向こう向いて。ちょっと待って、待ってよ、待ってよ。これいいよ、はい、どうぞ。せーの、目指せウィンターカップ出場です。イエイ。あのウィンターカップってあのウィンターカップですか？あのウィンターカップだよ。はい先生。はい。本気ですか？え、マジで大マジ。え、なんでなんで？いや、いきなり無茶すぎんだろ。大丈夫。あ、いやでもさ、陽一はさ、ウィンターカップ出たことあるんだよね。おっ、おお、どうだった？とにかく周りのレベルが高すぎて圧倒された。え、マジか、陽一でも。ちょっと始まる前から何ビビってんの、情けないねえ。あ、まあでも目標を持つことはいいことだと思う。挑戦しないと何にも始まんないしさ、うん、やろうよ、みんなで。すっげえ奇跡起こしてやろうぜ。やっちゃう？よし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 、どうした？ここでキャプテンから一言。おー、スイスさん、みんなで奇跡起こすぞ。あー、ネタ切らしちゃってすいません。いや今陽一同じこと言ったし、再放送じゃんそれ。同じこと言っただけだったから今。いや奇跡そうだな、しゅうすけ。とにかく夏休み入ったらすぐに強化合宿をします。え、強化合宿？強化合宿ですか？合宿かい。おー、どうしたどうしたどうした。いや、俺陸上の大会もあるんだよね。マジで？どうにかなんの？ダメだな、ごめん。マジかい。ゆういち。ん？夏休みは久しぶりに旅行にでも行くか。うん、そうだね。ここ何年も夏休みは部活で忙しかったからな。お前もさ、どこに行きたいのか考えとけよ。わかった。うん。俺汗くせえよ。だよ、しょうがないよ、バスケしたいんだもん。そりゃそうなるわ。全然違うのにな、香りが。甘い？やっぱ。え？財布忘れたかも。なん？いや、学校？わかんない。あー、どっちかさ、小銭貸してくんな。全然いいけど。なんで？あ、シャツ洗濯したくてさ。あ、家で洗えばいいじゃん。あ、確かに。あ、家の洗濯機壊れてて。あ、でもいいや。ちょっと戻って探してくる。え、そう？本当に？じゃあまた明日。おお。もう、じゃあね。うん。みんなで奇跡起こしてやろうぜ。陽一くんキャプテンやれば。いやいや、俊介がいるから。あ、すぐ終わるから待ってて。一緒に帰ろう。うん。あ、そっち俺がやる。ありがとう。山田さん、いらっしゃい。うん、
あ、来週船乗るけど行く？うん、行く行く。負けないよ。ここの大将ね、俺の釣り仲間なんだよ。ああ、そうなんだ。ひいきにしてやったよ。どうもよろしくね。よろしく。こうやって飲むのも久しぶりだな。うん、奥さん亡くなってもう7年か。息子さん大きくなったんじゃないか。うん、最近はよく飯も作ってくれるし、ずいぶん助かってるよ。うん、じゃあまた営業戻ってくればいいじゃないか。いやいやいや、7年は大きいよ。もう残業にも慣れてないし。あった頃にもいつもいいんだよ。ああ、次柳川さんとこだ、3丁目。マジかよ。ちょっとさ、時給上げてくんない？何言ってんだよ、ロギン手伝わねくせに。なんだよ、何つかんだよ、デートか。これだから、来週、強化合宿があるの、バスケの。もう万年弱小のくせに、どうせ遊び行くだけだろ。はぁ、いや、今年マジだからね。いや、だって、今年は全国大会狙ってるからね。そりゃすごいな。ねえ、大将。冗談かと思ったら本気みたいなんですよ。この間も盛り上がっちゃった。まあ、夢見るのは自由ですからね。おい、夢とかじゃないから。じゃ、こないだ会わしたじゃん、あのすげえ転校生。あの名門、白水から来たんだよ。今年の T 校はマジだね。はいはい、わかった。父ちゃん、コーラ。醤油でも飲んどけ。あ、いいから、早く出前行けよ。だよ。もう、行け行け、おい。早く帰れよ。せ頑張れ、せねえ。マジだからな。田所、タイミング的にどうだ。いや、難しいな。ただいま。おかえり。遅かったな。うん。あ、英会話の友達とだべってて。そうだ。はい、ファイトー、頑張ってー。はい、足出して、はい、早く頑張れー。しゃっしゃっ、頑張れ、頑張れ。バスケ部の合宿があるんだろう、聞いたよ。白水から転校するときにもう部活はやらないってお前言ったよな。それは自分で決めたことじゃないのか。父さんに迷惑かけて自分のせいで転校したのに、またバスケやりたいとは言えなくて。父さんはまた部活を始めたこととかバスケに対して怒ってるわけじゃない。自分で決めた約束を破って隠し事をしてることに怒ってる。この家には父さんとお前しかいないのに、二人の中で嘘があったら一体何を信じればいいんだ。よし、それでも家族っているのか。ごめんなさい。
本当にやりたいことがあるんなら堂々とやればいい。バスケ頑張れ。今度は楽しめよ。はい。初めてだった、父さんがバスケを頑張れと言ってくれたのは。先生、これひろこのデザインなんですよ。ひろこ、すごいじゃん、ひろこ。いいよね、お父ちゃん。お父ちゃん、遅いんだよ。こっちだってしっかり。おはようございます。じゃあ、よいしょ。すいません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと待って。やったー。通る？陸上の大会は？来られないって言ってたじゃん。やめてきた陸上部。やめた？なんで？なんでって、俺のホームは T コーバスケ部じゃん。よっ、バスケットボールさん。よし、おめでとう。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 トールは軽く言っていたけど、悩み抜いた末の決断だったんだと思う。これで T 校バスケ部が全員揃った。本当のスタートだ。何ここ、ボロボロじゃん。知り合いに聞いたらね、ここがいいんじゃないかって。穴場だよ、穴場。さすがに穴場すぎんだろ、使えるだけありがたいだろう、それ、こんにちは。あ、おじさん、お世話になります。こんにちは。こんにちは。畑野高校の生徒さんたちかな。はい、はい、なんかすげえ草ぼうぼうっすね。なんだと、この鎌でお前の首を買っちゃうぞ。怖い怖い。古い建物だけどね、自由に使ってくださいな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔します。あれ、大丈夫ですか。走れみんな、走れ、走れ。もう雲の気をつけてね、みんな。はい、おこの出す。絶対の人だよ。コールが俺を呼んでいるからな。水ねえのかよ、マジで。もう、まあでもトレーニングにはいい環境だね。まあな。あ、この間さ、ひろこが一人でシュート打ってるの見たんだけど。ああ、中学の時やってたんだよ。レギュラーじゃなかったけど、バスケすっげえ好きでさ、一生懸命練習してて、でも途中でやめた。なんで？中2の時喘息が悪化して。そうなんだ。ひろことは小学校のミニバスから一緒だったし、そばで見てんのがすっげえ辛かった。だ
からあいつの分までバスケ頑張ろうって思ったけど、白水には成績悪くて入れなかった。いや、T校で正解だよ。俺は早く試合に勝ってあいつに喜ぶ顔が見たい。うん、勝てるよ絶対。どうしたんだよ。いやいやいや、これ特訓だよ特訓。いつもみんな健太に謝れよ。お前も。え？健太が怖がるの面白がってわざとやったぞ。早く謝れっつってんだよ。なんだよ急に。どうしたの？え、いやマジになんなよ。ただのいじりじゃん。ちげえよ。そんなのお前らの勝手な言い分だろ。やられた方の気持ち考えたことあるか？俺はそういうのは絶対に許せない。そうだな。健太、ごめんな。あ、いや、はい、大丈夫です。ごめん健太。大丈夫だ。悪かったよ。ちょっとやりすぎちゃった。分かってくれればいいよ。よし、じゃあ練習再開するか。おい、こら、スタート。バンバン奇跡起こしちゃおうぜ。はい、素晴らしい。ラフリー筋肉すごい。いや、それ結論筋肉なんだよ。筋肉。何やってんの？起きて。ああ、朝起きたらカイリー・アービングになってねえかな。寝てるだけでバスケ上手くなったら苦労しねえ。へえ。陽一。ん？全国大会出るようなチームと俺らの違いってなんだよ。やっぱ才能？努力だけじゃ無理っすか。うん、違いはやっぱり練習の質と量かな。やっぱそうだよな。しかも才能のある人は努力も人一倍する。だから差が開いていくんだと思う。まあそりゃそうだ。陽一はさ、なんで T 校なんか来たんだよ。おほ、切り込んだね。いいよ。俺さ、いじめにあってたんだ、白水で。最初は中学からの親友がいじめにあってたんだけど、それを止めに入ったら今度は自分がターゲットになってさ。
その親友も。ひでえな。最低だろ、いじめなんて。今日さ、ガリとコロが健太をからかってて、でも俊介がちゃんと止めてくれた。さすがキャプテン。俺がまた部活を始めたのはみんなに出会えてもう一度仲間を信じたいって思ったからなんだ。だから俺はこのチームで絶対に勝ちたい。よし、敵取ろうぜ。ボッコボコにしてやるよ。え、あ、いやいや、もちろんプラスケでな。いや、何それ、初めてのやつ。何キャラ見てみたい。え、何、何の音。私はね、あの子たちのファンなの。だから本当は勝ち負けとかどうでもよくて、楽しそうにプレーしてくれたらそれでいいって思ってた。やるからには勝たなきゃダメですよ。その気持ちもちょっと分かってきた。先生変わりましたね。ついこの間までウィンターカップも知らなかったのに。欲が出てきちゃった。まだルールは分かんないけどね。私は勝ちたいです、絶対。あいつら。僕らには白水にはない強い絆がある。それだけは全国レベルの強豪チームにも負ける気はしない。一回戦は日本学園か。どう、勝てそう？俺たちが楽に勝てるとかなんてねえよ。おい、そうかもしんねえけどさ、はっきり言うなよ。決勝まで行かないと当たんねえな。あれ、陽一じゃん。おう、陽一元気？行こう。仕方かよ、お前まだこんな弱小でバスケやってんの。落ちぶれすぎだろ。誰だよお前。あ、じゃない、要はそれだけ。お前が辞めたせいでさ、いじめだなんだって変な疑いかけられてんだよ。その責任取ってくれよ。ビビってんぞこいつ。負け犬はどこ行っても負け犬なんだよ。家でおとなしく漫画でも読んでろ。バスケを続ける以上また出会うことになると覚悟はしていた。だけど岡田たちの顔を見た途端トラウマが蘇った。
行こうよ、ち。よし、はい。どうした？あ、こんな大事な時期にスランプかよ。いや、あいつらに会ったからか。違うって、向こうは怖いんだよ。お前が T 校で活躍するのは怖いんだって。勘違いすんなよ。白水で会ったことはもうお前一人の問題じゃない。俺たちみんなで戦って乗り越えなきゃいけないんだよ。できてよかった。だろ。ちょっといい。はい、はい、よし。今日はちょっとみんなを鍛えてもらおうと思って、知り合いの純くんと純くんのチームの皆さんに来ていただきました。はじめまして、佐藤純です。みんなのバスケが見たくて後輩たちを連れてきました。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。佐藤純ってさ、大学リーグのスター選手だよね。あ、てかなんでそんな選手を知り合いなのよ。お兄ちゃん。マジマジ。あ、はい、はいはいはい、やっぱり佐藤純だ。どうして純さん。妹がお世話になってます。なってます。もう、そういうこと。ということで、今日は先輩方の胸を借りて練習試合をしてもらいます。マジで。じゃあ、お願いします。お願いします。お願いします。東大と試合してるんだって。うちって弱小じゃん、そんな試合いいよ。違うの、いいから来てみて。ごめん。ちょっと、ありがとうございました。ありがとう。いや、本当にみんな素晴らしくて。いや、いい刺激になったと思います。僕も勉強になりました。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、うん、お疲れ様。あ、お疲れ様でした。いや、家でひろこがさ、はい、陽一くんの話ばっかりすんの。え、なんでですか。ごめん、ごめんね、余計なことだった。
今日の試合ってどうでしたか？うん、牧園君のシュートはナイスアシストだったし、陽一君はうまく周りの選手を生かしてると思う。でも逆に自分一人で決められる場面でもパスを出そうとしたり、こう迷いが見えた。うん、これからの試合はそういう一瞬の迷いが命取りになるかな。はい、自信持って自分のプレーでみんなを引っ張っていく覚悟はある？陽一君、僕は周りの選手の動きを見てすぐに分かったんだけど、君はこのチームを短期間で変化させた。個々の才能を引き出してまとめる、それが本当のリーダーなんだ。陽一君は知らず知らずのうちにそれを成し遂げる才能がある。だから自信持って。はい、じゃあ大丈夫だ、君ならできる。頑張って。ありがとうございました。お疲れ様。お疲れ様でした。そうか、メンバーみんなの能力を最大限に引き出す、それが T コーバスケ部の勝利の鍵だ。でもさ、これ残り1足だったよね。いやマジで運いいわ。ああもったいねえな。そんなさ、運の使いとこなんで間違えちゃうのかな。ああ君は、ね、おいおい、吐き慣れたくつのが絶対いいって。何言ってんだよ、遠足行くんじゃねえんだから。おー久しぶり。弱小バスケ部の皆さんじゃないですか。お疲れ様です。お疲れ様です。調子どう？ルール覚えた？あ、ルールは陽一に教えてもらったんだよ。まああれっていうか陽一はまた辞めちゃったの？またかよ、早すぎっしょ。何なんだよお前、もう一回言ってるよ。うわっ、こちら暴力反対なんで、大会近いんですいません。ごめんなさい。いいかな、お疲れ。こうね、コロッケよりさ、なんかプロテインみたいな。おいおい、逃げろ逃げろ逃げろ。お前どうかしてくれ。何やってんだよお前。大丈夫ですか？俊介は？今検査中。チームのために、みんなのために、僕ができること。さっき病院に行ってきたんだけど、まだ眠ってた。全身に打撲があって、でも命には別状ない、すぐに目が覚めるって。よかった、よかったです。明日のん？
試合にはまだ何とも言えないけど信じるしかないでしょ。俺たちで頑張るしかないな。先生、俺にキャプテンやらせてください。とりあえずは俊介が戻ってくるまで。うまく務まるかは分からないけど、みんなで前向いていくしかないだろう。俊介、はい、俊介起きた？もういつまで寝てんの？おお、俊介さん、よかった。本当心配したんだから。あれ、どうして？俊介、本当に無事でよかった。本当によかったです。俊介、ごめんな、俺のせいで。試合どうなった？一回戦日本学園だろ。え、どっちだよ、勝ったか？ダメだったか。え
かったよ。嘘だろ。そうなのかよ。陽一くんすごかったんだからね。はい、はい、それ、こっち。俊介が必死にリハビリを続ける一方、僕ら T 校バスケ部は奇跡の快進撃でトーナメントを勝ち上がった。その先にはもちろん上昇校白水が待ち構えていた。ごめん、練習中だから。ごめん。あっちっすか。すいません。全然全然。優しくないから。いけた、いけた。はい。まだ万全ではなかったけど、俊介が復帰してくれた。勝ちたい。みんなの思いが最高潮に達した瞬間だった。どう？調子戻ってきた？まだリハビリやってるけどな。そっか。陽一、ん？予選終わったらヒロコと付き合え。は？ヒロコはお前のこと好きなんだよ。何言ってんだよ。なんで気づいてねえんだよ。はあ？で、お前の気持ちどうなんだよ。俺？いや、俺はどうかな。ヒロコ泣かせたらぶっ飛ばすかんな、お前。まあ何はともあれ、決勝頑張ろうぜ。はい。はい、パスパス。はい、シュート。行け。ごめんなさい、ごめん。はい。おお。やるね、やるね。あの、本当に信じられないんですけど、明日は決勝ということで、私は君たちを誇りに思います。だからもう明日は負けてもいいです。いやいやいや、よくないよくない。ダメダメ。いや、勝てたらいいけど、このチームにしかできないバスケを思いっきり楽しんでください。はい。保護者の皆さんもいつも応援ありがとうございます。それでは乾杯。乾杯。優しい。完全にそう。陽一、本当は俺が引っ張っていかなきゃいけないのに。ね、ありがとう。お母さん上手なんだ。俊介も一緒に戦ってたよ。だって俊介夢の中でシュート決めてたんだろ。まあな。あ、謎が解けた。ゾノのシュートは全部俊介が乗り移ってたんだよ。そうだ、絶対俺がねえんだ。そりゃそうだ。まあどこでポンポン入ると思ったもんな。入るわけねえんだからこいつが。見たことねえ、見たことねえ。次はスタメン出るから。万全じゃないでしょ。バッチリだよ、もう大丈夫。おい、俺たちのキャプテンが戻ってきたぞ。痛いって。明日までパワーを抑えてくれるぞ。
よかったな、いい仲間に出会えて。うん、明日は勝っても負けてもフェアプレーでいい試合するんだぞ。 T コーのみんなとだったら最高の試合ができそう。父さんには強がって見せたものの、本当は不安でいっぱいだった。白水の奴らを前にして僕は自分らしく戦えるのだろうか。夢みたいだな。牧園、花連れてきたよ。いいよ、いいじゃん。奈々ちゃん、あ、いや、花ちゃん。おい、ゾノ、お前、バスケに絞ったんじゃねえのかよ。いや、勝ったら付き合うんだよ。いやらしい。お前のために決勝来たわけじゃねえからな。モーガンさん、ヨイチ、わあ、応援しに来てくれたんですか。 Yes, I came to watch the game. あ、モーガンさんのおかげでいいチームに出会いました。ありがとうございます。 Good luck with your game. 今日の試合は絶対に勝ちたいんです。何かアドバイスもらえますか。 At the end of the day, just trust your teammates. トラスト? Yes, trust. トラスト。陽一くん、大変。え?ちょっと、早く来て。あ、ちょっと。先ほどから申し上げているように、この予選大会では転校して6ヶ月未満の選手は大会に出場してはいけない決まりになっています。顧問なら当然知っていますよね。すいません、知りませんでした。目を疑いましたよ。田所君はつい最近までうちにいましたからね。いや、我々の不戦勝ということでよろしいですか。あの、じゃあ僕は出ません。だったらチームは出られますよね。陽一、君はこれまで試合に出てたじゃないか。それがチームとして問題なんだよ。失礼します。え、首をかっちゃうぞ。田所君の件ですが、私は問題ないと思ってますよ。どういうことですか。大会規則にはこうあります。転校後6ヶ月未満の者は参加を認めない。ただしやむを得ない場合は所属バスケットボール協会長または所属交代連会長の許可があればこの限りではない。やむを得ない事情といえば、岩田先生、あなたの高校では陰湿ないじめがあったそうですね。あ、いや、それは。田所君、申し訳ない。君たちの話を立ち聞きしてしまいました。俺さ、
いじめにあってたんだ、白水で。最初は中学からの親友がいじめにあってて、それを止めに入ったら今度は自分がターゲットになってさ、その親友も最後はいじめる側に回ってて、もう何を信じたらいいか分からなくなっちゃってさ。ひでえな。最低だろいじめなんて。おじさんが？会長、本当ですか？え？会長？そうなの？それからこちらでも事実関係を調べさせてもらいました。むしろ出場資格が危ういのは白水高校の方じゃないんですか？今回私は会長として田所君に出場許可を出しました。両チームとも正々堂々いい試合を見せてください。はい。俺たちはどのチームにも負けないぐらい固い絆で結ばれてる。今日は悔いのないように思いっきり楽しもう。シャーイ最高ディコーファイ。あんな弱小チームに負けたら初だぞ。いいか、さっさと勝負をつけろ。よし、シャーイ。赤、レイ、お願いします。ついに因縁の相手との勝負の瞬間を僕は迎えた。大好きなバスケを奪った相手との決着をつける。その責任取ってくれよ。たった一人で支えてくれた父さん。本当にやりたいことがあるんだな、堂々とやればいい。 Don't waste your gift。思いがけない励ましが僕の背中を押してくれた。白水であったことは、そしてもうお前一人の問題じゃない。かけがえのない仲間たちと作り上げたチーム、全てがこの瞬間へとつながっている。Get up!
弱小だからって油断するな。お前ら気合い入れろ。はい、はい、みんな前半頑張ったね。よし、後半もこの勢いで頑張って。はい、じゃあ選手交代しよう。マジで健太、僕コロと交代ね。え、頑張って。いや楽しんでこうぜ健太。よし健太、頼んだよ。大丈夫です。じゃあ出る？先生、せっかくみんなでここまで頑張ってきたんだから、全員出してあげたいじゃん。この試合に勝つことよりみんなの一生の思い出になることの方が大事だから。ありがとうございます。田所をやれ。いや、でもそんなことしなくても勝てます。考えるな。お前はただ俺に従ってやればいいんだよ。やれと言ったらやれ。お前らは分かったな。ケンタ、はい、司令塔である僕を潰そうとする卑怯な白水の作戦に T コーのリズムが乱されていく。パスが通らなくなり、点差は一方的に開いていった。勝つためなら何をしてもいいのか。焦りと苛立ちに僕たちは追い詰められていく。残り時間はわずかだ。まだまだ。よし、行け。俊介、
僕は今楽しいです。8月28日今日の試合すごく良かったね。どんな時でも声を出して仲間と励まし合って笑顔でプレーする姿はお母さんの誇りです。陽一、この先どんなに苦しいことがあっても自分に嘘をつかず本音で仲間とぶつかり合って素敵なチームを作れる、そんな選手になってね。あなたにはそれができる。お母さんはそう信じています。あなたの一番のファン、母より。ファイト陽一。バスケが楽しい。母さん、勇気をくれてありがとう。バスケットカウント、フリースローワンショット。うわましょう。あと一歩、あと一歩。集団に負けやがって。俺の顔に泥を塗るつもりか。
陽一、あ、じゃあどうした、どうする、ウィンターカップ、え、ウィンターカップ、その前にさ、ガリの家で寿司食わない、いいね、この仲間に出会えて今最高に幸せだ、ありがとう、キーコーバスケット部。やっぱいないか、モーガンさん、会ってみたかったな。決勝戦の前にさ、背中押してくれたんだ、大事なのはトラストだって。あ、先生、こんにちは。こんにちは。あの、ここで働いてるモーガンさんって次いつ来ますか？モーガン？はい、あの背の高い外国人で掃除のおじさんです。そんな人は働いてないよ。あ、いや、よくここでバスケしてる人です。あの人、モーガンさん、いつかまた。俺ウィンターカップでスリー決めます。じゃあ俺ダンク決めます。俺5人抜き。おお、ヨイチだ。ちょうどね、今ね、ヨイチのこの前のフリースローやばいって話してた。いや、本当に緊張したわ、あれ。すっごいかっこよかったよ、ヨイチくん。さすが新キャプテン。新キャプテン。いや、でもそのヨイチを誘ったのは俊介だからね。そう、いいこと言った。さすが旧キャプテン。よ、旧キャプテン。チームは呼ぶんだ。まあ、こら。おい、ヨイチ。新キャプテンと旧キャプテン、どっちが本物か決着つけようぜ。ワンオンワンでな。いやいや、勝った方がヒロコと付き合う。いいよな、ヒロコ。いや、ちょっと意味わかんないんだけど、なんでそうなんの。わかった。よっしゃ、どっちが勝つかかけようぜ。あれよ、じゃあ俺、元祖キャプテンこと俊介で。俊介さん、元祖言うな、元祖。母さん、僕の声は届いていますか。今僕はこいつらと最高に楽しい毎日を送っています。それは母さんの言葉があったからだよ。実は僕、将来の夢を見つけたんだ。でもそれはまた今度。今はただバスケがしたい、こいつらとずっと。これからみんなへ送る言葉、たくさんの涙、笑顔、誇れよ。僕ららしく明日を迎えに、さらにさ行こう。ララ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 、夢描いては語り合う照らされた横顔、あの日僕らの毎日はずっと続くと思ってた。僕らまるでパズルのピース、初めは知らないものだ、押し切り突きをつけれ、囲碁すべて中深めてきたんだ毎日。悔し涙も嬉し涙共に流した、ともえかけがえのない日々を食えた。涙はみんなへ送る言葉、たくさんの出来事を超えて、今日だきっとまたいつか会うまで、さあいざ行こう。よかった。
君たちだったから今日を迎えた。一人一人がゴールの違う旅で目指す先遠く変わるのも変わらないのも全部次会う時に聞かせて。心の奥の一番大事くれた友よ。なんかあったら一人にしない。笑顔はみんなへ送る言葉。たくさんの出来事を超えて今日だ。きっとまたいつか会うまでさらにさ行こう。さよなら。そして僕はあの時の夢を叶えて母校 T 校バスケ部の新人顧問になった。セノ、ちょっとパス出して。はい。ボール見て、つま先はまっすぐ、膝曲げてね。で、次の準備をしっかりする。オッケー？はい。よし、じゃあもう一回二人一組でやってみようか。はい。バスケと仲間に救われた僕だからこそ教えられることがあると信じて。まだ潤いが足りないな。これこそ本物のシンジコラーゲン。お伝え、ワントーゴンジュー、デンニオ。